アロングダー鳥の毛のアイロンテッドに沿ってヘイウォークのお散歩、そしてナイフロークのシャンプーでビールしてる。お邪魔に、スパイ、頼もしき。やっぱりない、ここにもいいとこなんてない。見る目のない人には確かにここはただの砂漠に過ぎないかもしれなくてよ。誰が見たってここは砂漠じゃなくて。何よりもまずあの夕日、体洗いよりも大きな赤銅色に燃えた太陽が西の山に沈んでいく、その夕日を受けていただきに雪をいただいたウィットニーさんが真っ赤に染まっている。それから砂嵐、山底からここマンザラーまで一面に霞がかかったよう。その砂の霞の中に見え隠れする古い果樹園の木々の薄摘み色の影、映画監督なら飛び上がって喜びそうな光景よ。それにあのタンブルウィードの奇妙なダンス。タンブルウィード、トビアにも知らないことがあったのかい。風に煽られてあっちへコロコロ、こっちへコロコロ転がってる。うっこいかったフィーダーの様だけどね、このバラックの前で転がってるようだ。そうやって転がって回りながら種をまいてるのよ。知ってたのか。それじゃあつまら、夕日に染まった雄大な山並み、吹き荒れる砂嵐、墨絵のような木、その中をヒロインがゆっくりと歩いてくる。あの人はもう戻らない、でも私はくじけやしない。もう一度生き直すのよ。そう自分に言い聞かせながら歩くヒロインの足元を、タンブルウィードが無心に転がっていく。そういう映画に出たかったんだ。 Thank you。 ありがとう。ジョイスの話を聞いてるうちに頭の中で渦巻いていたいろんなアイデアが一気に、それこそ奇跡みたいにまとまってしまったの。ああ、素晴らしいアイデアがあなたの話の中で完成したのよ。その新しい演出プランで、ね、それぞれ背中に日本文化というおじゃらを背負っている。これが新しい演出の基本思想です。さてここにアメリカという巨大なシチュー鍋がある。その大鍋の中に私たちが祖先から受け継いできた記憶のおかゆを付け加えるのです。日本人の記憶の一体どこ？いけばなです。 What is いけばな？いけばなとは一輪の花、一本の小枝に全宇宙を見ることです。あるいは全宇宙を一輪の花に、一本の小枝に凝縮することです。なんという素晴らしい宇宙観でしょう。この宇宙観をブワンジ大味なことの多いこのアメリカへ慎んで付け加えさせていただこうではありませんか。そしてその儀式に当たるのが私たちのメンタな我が町といういけばなドラマなのです。なんかワクワクしてきた。エキサイティー。ミノハンはビーティング。まず、お水の入ったコップを5個、今はあり合わせでいいわ。 OK。 あらかじめ床のあちこち、古い果樹園から拾ってきた雪やなからリンゴや梨の小枝を置いておきます。そして今お下がりに咲いている桃の花、メンタルの象徴とも言うべきタンブルウィード。タンブルウィード、タンブルウィード、広々と広がる平原に私たちの町、万歳の焼き中に落とし
佐賀県民太郎吉の苦労話の粗末ら悪戦なら今日はまた調子がいつとめましょう。ひどい、That's right。誰も今のはやらないとは言ってませんよ。6月にニューヨークから捕虜交換船が出る。その時までは演劇班員の一人として一生懸命勤めましょう。捕虜交換船？そうさ、この夏には子供に会えるんだ。嬉しいね。今日の午後、管理事務所で電話を借りてワシントンの父が拘束されている収容所に連絡を取ったの。それで、ね、向こうの係官が明日の午前11時に父からここの管理事務所へ電話をさせましょうと受け合ってくれた。日本で出直したい。東方、松竹、それからこの1月にできた大英、どこでも構わない。とにかく芸者ではない役で自分の力を試してみたい。たくあんをポリポリかじる健康な娘、そういう役もやってみたいの。憲法もそれもそうなんですけど、大体アートっていうのが
まあ、そういうちょっとこう現実を乗り越える力っていうか、何年かかってもひょっとしたら一世代で乗り越えられないかもわからない。何世代かをかけて現実を乗り越えるっていうことはつまり新しいものの見方考え方を通じて人間の可能性を広げていくような経験を発見するという、まあいろいろ佐々木さんの、まあ、ある種こう一番こういいアートの可能性か舞台の可能性を歌った芝居だと思うんです。それまた5人の女性でこう、まあ、そういう展開していることがすごくユニークな形だと思うんですけど、当然今の時代の関わりがあるし、この、70数年前の舞台の設定と今とつないで、これから先70年先、100年先、1000年先にまでつながっていくような、そういうメッセージを持った芝居で、まあ、メッセージばかりなくてそのエネルギーの芝居を持って、ぜひご覧になってください。